にちは、ギタリストのアベレです。今回はスマホに付けられるマイク、このシュワーの MV5 ですね。これと、Zoom の IQ7 ですかね。ちょっとピンボケしちゃったかな。をちょっと比較をしてみたいと思います。で、今は iPhone のマイクで撮ってます。で、今マイクをですね、Zoom の IQ7 の方に変えてみました。で、ちょっと声のですね、撮れ方を比較してもらいたいので、ちょっと何か喋るついでにこの製品紹介をしてみたいと思いますけど、まあ、このシュワの MV5 というモデルで、これはこのケーブルでね、接続できるんで、スマホから離れた場所で、に置いて使用ができる、という特徴はありますね。で、あとは、このですね、ヘッドホンアウト。まあ、これラインアウトになってるんで、例えばスピーカーに接続して、まあ、集音した音を、この再生してすぐに聞けるという利点もありますね。あと、この音量の調節がですね、この、モードスイッチっていうのがあって、これでもともとプリセットが、まあ、声の集音用か、その楽器用みたいに切り替えるような仕組みになってるんですけども、iPhone 用だと、その専用のアプリがあって、そのアプリを使って、あの音量とか、まあ、コンプレッサーのかかり具合を調節できたりというふうな仕様になっています。で、今はですね、Shure の MV5 の方に、マイク変えてみました。で、この状態でちょっとズームのこの IQ7 の方を紹介しますと、これはこのままね、スマホにカシッと差し込んで使えるモデルで、で、まあ、これ利便性がすごいいいのが、このマイクのね、入力レベルをここで変えられるのと、あとはここの横の部分で、このね、ランプが3つついてるんですけども、これで入力レベルを見ることができるんで、まあ、クリップするとこの一番上のところが赤く光るんで、まあそれでレベルを調整し、クリップ度合い見ながら調節できるんで、すごい利便性がいいんで、これ結構僕長くスタジオとか、あとまあライブで自分の手元でこの撮影 iPhone でしてた時にこれ使って撮ってたんで、結構重宝してました。で、ちなみにこれも横のところにですね、ヘッドホンアウトがあって、これもまあラインアウトのようにスピーカーに接続ができます。こんな感じです。という感じで、声の集音と、あとは楽器の集音で、ちょっと比較をしてみたんですけども、どうでしょうかね。でまあ、この、シュアの方が少し、お値段がね、高いのもあるんで、まあ、音の聞こえ方はやっぱりこっちの方がいいかなと思うんですけども、ズームは結構気軽に使えるんで、僕はまあ、用途を分けて使っていこうかなと思ってます。でまあ、このね、マイク、こういうタイプのマイクで購入、検討してる人に少しでもあれか、この購入に対してね、参考になれればと思って動画を作ってみました。という感じです。じゃあ今回はこんな感じで、さよなら。